ブライトアイズはアメリカ合衆国のインディーロックバンド。もともとはシンガーソングライターコナー・オバーストのソロプロジェクトとしてスタートし、その後はオバースト音楽プロデューサーでもあるマイク・モーギス、ネイト・オールコットの3人を中心とする不定型ユニットとなっている。オバーストはその歌声は傷ついた天使のようだとイギリスの NME 誌で評された美しく繊細なメロディと詩と歌唱で、 ボブ・ディラニア、ニール・ヤングラ、偉大なソングライターの後継者として、注目を集める。ブルース・スプリングスティーン、R.E.M. との共演を経て2004年に、同時発売したシングル、ルーアと、テイク・アイ・ティー・エジーが、全米セールスチャートで1位、2位を獲得し、大ブレイク。フォーク、カントリー主体のシンプルなアレンジで最大の魅力である、歌を聴かせてくれる作品が多いが、 近年のデジタルアッシュイン、A デジタルアーンではエレクトロニクスを使った実験的な側面も見せている。スタジオアルバムライブで演奏するコナーをバースト。ありがとうございます。